特別番組、あなたの選挙区誰に投票すればいい。いよいよ愛知に突入しましょうかね。愛知1区お願いいたします。愛知1区、河村氏が出るけど、いやいや自民党に入れるべきなのか、河村氏は減税の顔笑いみたいなので、でも保守党は苦手なので、それでもしょうがないけど河村氏なんでしょうか。愛知1区です、お願いします。あと倉山光の公式サイト、倉山光の取りで民社党復活の回答の一つを聞きたいですということで、まあ、愛知県はね、まあ、河村さんが出るということで非常に強いですけど、まあ、他に自民、立憲、維新といてということなんで、河村か否かっていうのは一つの基準ですね。まあ、民社党復活っていう流れはね、だから河村さんと玉木さんが合流するとは今の情勢でまだ考えにくい、現に出てってますよ。ということは、まあ、一言は言っておきます。河村さん、民社というよりも河村さん、長年長屋支社やってたっていう人ではあるので、愛知にお願いします。自民はコバホークの推薦人だから応援したいけど、国民民主の古川さんも捨てがたい。愛知にお願いします。いつも楽しく拝見させていただいてます。愛知2区1位、女系天皇と夫婦別姓は阻止で、愛知2区見てみると、まあ古川ね、国民民主党、あの国対委員長、東大弁論部ってね、もうそれしかないのかお前にはっていうことはあるんですが、まあチャンネルクララね、ご出演いただいて、でカレントという雑誌でもインタビューさせていただいて、まあかなり深く長くお話しさせていただきましたけれども、古川先輩はまあ非常に立派な方だというふうには、まあね、あの番組でやっただけのことがありまして、まあ強く言えるということはあります。で愛知2区の、その自民党の中川さん、私ね、その方存じないんで何とも言えません、ですね。で愛知4区お願いします。自民党と立憲が、いて、維新も共産もいて、諸派がいてということなんですが、誰もあの存じ上げないので何とも言えません。愛知5区お願いします。維新の候補者が比例で復活してます。で見ると、自民が神田さんという人で、維新が三崎真紀さんというね、元キャスターの女性の方が復活してますと言って、まあね、どなたも知らないんで何とも言えないんですけれどもね、まあ投票基準がないので何とも言えないです。愛知8区、あ、注目選挙区ですね。こんにちは、愛知8区お願いします。愛知8区お願いします。マジで愛知8区お願いします。愛知8区、今回七夕で初入閣の伊藤忠彦ですが、はっきり言って地元民でも影が薄く、今回も驚いています。他方対抗馬の番の言うとかも全く存在なし、したがって国交3回ほど白票です。先生に叱られそう。赤配率の関係で2人とも当選がついています。誰が出てきて2人とも落としたいです。この度は石破内閣にてめでたく入閣しました伊藤忠彦復興大臣の愛知8区。民主系の強い愛知県の中で自民が強い選挙区でしたが、前回も苦しみながら選挙区で選出されましたし、伊藤忠彦復興大臣といつも争っていたのは、ね、朝昼晩と晩の豊かと叫ぶ立憲民主党の晩の豊か比例復活衆議院議員でございます。前回投票に苦しみ悩みながらも伊藤忠彦復興大臣に投票しておりました。しかし今回ばかりは、渡瀬先生のおっしゃる通り、失礼な石破内に腹が立ち、自民党には失望しました。この内容選挙区には高橋さんの推薦人であった元政務官の数値総務元総務大臣がおられます。そちらの選挙民であったら迷うこともないんですが、今回の選挙での投票行動に困り果てています。ヒントをくださいということで、最後、まあ結局のところ、伊藤忠彦さんに入れたくないということは、6人中、まあ基準を言った2人中の2人が、一致しているということなので、まあとなると晩野さんに消去法ってなりますよねということですね。まあ結局比例復活させたくないんだったら、あの自民以外のところに入れるということは、まあ自動的に決まるわけですよね、というのがあの基準になります。愛知9区は、はじめまして、コメント失礼します。愛知9区で自民党しかないかなと思っておりますが、ご教示いただければと。9区、なんかね、別のところで評判が良かったわけなんですけれども、愛知9区、自民長坂さんで、立民、まあ、知らないんで、まあ、自民しかないかなと言われたらそうなのかなとしか言いようがないんですよね。で愛知10区、弟がいる愛知10区もよろしくお願いしますって、知らんがなっていうね、自民と立憲と維新、知らないんで本当に知りません。愛知11区もお願いします。トヨタロースがどの候補にするのか気になっています。国民民主の丹野さんが勝てるのでしょうか。はい、まあ、それはね、
自民と国民と共産だったらそれはトヨタロースは国民に行くんでしょうけどね、いきなりね自民に流れたりしたら知りませんけれど、そんなね労働組合の票をねこの時点で知ってたらねもっと私ね金儲けできてますからね、そういう商売じゃないですかね私。愛知12個お願いします。チャンネルクララに出演した立憲民主党総合派の重徳先生ですが、街頭活動中に減税について伺ったところ、私は財政再建派なんです、消費税はいた野田さんを尊敬しているんでと自信を持っておっしゃられて唖然としましたと。これはねちょっと解説しなきゃいけない。重徳さんは総合で安全保障とか憲法が二眼しては基本的に保守なんだけれども、財政再建派の増税派であるというのは確かです。別にね増税派 ですということをね高度化に強調する必要はないですね。だって自民クララに出てる人で他の問題では強調できるけど増税派の人もいますからね。そもそもリベラルの人が思いっきり出てますしね。何より米山隆一さんと経済観ね一致してるかって言うとね、もう誰がどう見ても子供じゃないんだから分かりますよねって話でね。ということなんですけれども、重徳さんね、今回重徳さんが泉についたら泉は勝ってたというぐらいキャスティングボートを握った方であるということはね判断材料にしていただければな。それをどう判断材料にすればいいかってね、それはネットでただで言うわけいかないですよみたいなね。クライマジックでもね文字に残してどこまで言えるかっていうね話もありますが、重徳さんっていうのはもともと財政再建派であるのは確かです。皇室のことに関してはね、逆に言えば党の立憲の皇室の話に関しては野田さんが重徳さんに譲って代表選では重徳さんが野田さんについたという言い方はできますね。さて次、愛知13区、愛知13区お願いします。愛知13区って誰だ。はい、大西健介さん、立憲のね、馬淵さんの側近で、泉健太を代表選で、ね、今回じゃなくて前回応援してくれた方ではありますね。で太鼓場が自民で、大西さんね結構強いですからねっていうことではありますけどね。そうですね。馬淵さんもね強硬な女系派なんで困っているんですけれども、ところがその馬淵さんが野田さんに切り捨てられた格好になったのは立憲の代表選という構図。結局馬淵さんね代表選出た方も出れなかったですからね。馬淵さんの推薦人になりそうな人みんな野田さんのところに行ったと。だから女系派で野田馬淵ってすごいがっちりスクラム組んでいたんだけれども、選挙になったら全然違ったと、ということは知っておいた方がいいと思います。次、愛知15区、愛知15区お願いします。同じく愛知15区お願いしますと2人来てますけれども、知らんのだよな。あ、でも辻さんが言った令和に行ってるんだこの人。で自民立憲維新共産と出ていてと、辻さんぐらいしか いないけど、令和がここで76歳の人元、立憲のリベラル系のね、人を通せるというふうには思えないんですけどね。お願いしますと言われても知らない以上何も言えないと。愛知16区、公明、立憲、国民、共産での構造、経済成長が進む日本経済になることを望んでいます。維新の候補者が降りたこともあり結論は見えていますが、国民民主党の候補者を固めせるためのアドバイスがあればいただきたいです。いや、そういうアドバイスをする番組ではありませんのでね。ということで、投票するなら国民民主党なんですね、この方。チーママこと野田聖徳は居座る岐阜1区と職場である新選挙区の愛知16区お願いします。石破自民にダメージを与えつつ積極財政派減税派を増やしたいですということであるならば、その政策であるならば国民民主ということになりますね。岐阜1区、野田が勝たないでほしい、かっこ無理、と言われましても、対抗馬が共産党なんで、かなりね鉄板の選挙区ということになるんで、さすがにね、二択だったら不満票でどうせ受からないと思って共産党に入れて比例で本当に入れたい党に入れるという投票行動はありますよ。はい、二分に行く。政府日銀の連合軍が正常に機能し、リフレ派的な景気の好循環を今度こそ実現してくれる政権を望みますって見ると、棚橋さん、で対抗馬が共産党ですからね。本で結構ね棚橋さんのね予算委員長の時の運営がひどかったことは書きました。以上です。二府三区、武藤陽一さんどうなんでしょうか。経産大臣がな、減税が希望です、減税を貸し取りたいですっていうことでね、国民民主党が出てるですね。令和ね、減税以外のことがどうかっていう基準はありますね。
じゃあ、宮城に行って三重3区ね、岡田克也に対して、で自民党が比例復活してるの、へーっていうね、うん、ことで、もう私岡田さんね、まあ結構全ての政策がね、岡田さんとは私は違いますから、まあでも維新も立ってるんだなっていうことで、まあ私が3区の人だったら自民と維新の勝ちそうな人に入れてますね、うん、まあ比例は好きなところ入れますね。三重4区、自民と共産と立憲しか、選択肢がってことで、あ、鈴木英啓さんか、うん、鈴木英啓さんはあの頭がいい星と評判ではありました。知事出身の人ですね。ちなみに龍馬プロジェクト、神谷宗平さんと最初は2人でやってたという人なのは意外と知られてないです、うん、さて福井1個お願いします。げんなりしてます。減税も望む有権者もいるんだと印象付けたいです。かっこ低い目標、ね、ちなみに巻きなんで全部読み上げませんが、稲田朋美強いですね。で立憲共産賛成無所属ということなんで、まあ選挙区となると、あの稲田さん以外の人に入れるということですかね。うん、まあ立憲共産賛成の人に入れて、その選挙区からあの比例票もその党に入ったということが、うん、あの印象付ける方法になるのかっていうねことにはなりますよね。まあただあのどうしても稲田さんが嫌なんだったら選挙区は違う人に入れて、比例ではあの減税派の政党に入れるってことになりますかね。で市が1区、市が旧国シンクタンクの規制緩和につながる、政策をお願いします。市が1区、大岡俊孝さん、斉藤アレックスさん、うん、いやまあさすがにね、クラランずっと出ていた言ったね大岡さんをね押さないわけにはいきませんよねっていうね、まあ、選挙区民だったら私は大岡さん一択ですねっていうね、まあ、あの政策でね、まあ、維新に行った斉藤アレックスさん、国民民主党から移った方ですね、間に教育無償化の会がありますけれどもと、うん、いうことになりますね。あで3区も、竹村さんが現職 で竹村さんの政策存じ上げないんですが、共産維新共産賛成党が立っているということで、まあ、竹村さんが信用できるんだったら現職ですよね、そこを信用できないんだったら、まあ、政策で維新という選択肢はあるかなというふうに思います。じゃあどんどん巻いて京都いきますね。京都1区、自民党の勝目さんがいて、で維新の堀場さんがいて、他に立憲共産令和賛成と、うんね、すごい人がいっぱい立ってますねって、お願いしますと言われましてもというね、うん、もう政策で決めてくださいと。3区、泉健太はどうなるでしょうか。まあ京都3区は自民も維新も歴代議員がやらかしてますけどっていうことで、まあそこはね、まあ日本一の泉健太御用言論人ね、早く2位になれなかったみたいなね話なんで、もうどうなるでしょうかで、それも強いですよ。うん、なんかあの東京都知事選にあの落ちた石丸さんが立憲の代表選に受かったやつのところに立候補してやるって言ってね、泉さんのところに来たらどうしますかって聞かれて、どうぞどうぞとね言った人ですからね。ちなみに石丸さん、ぜひねあの千葉14区に立っていただければね、応援しますよ、うん、さて次、京都4区ですので、投票先は自明ですが比例は迷っています。おお、北上敬老先生の選挙区じゃないですか。まあ皇室を守るために頑張っていただいた、北上先生でございますけれども、比例ですね。うん、まあそういうことなんだったら、まあ基準次第、基準がわからないのでアドバイスしようがないというふうに思います。まあ他のね人へのアドバイスを参考にしてください。京都5区でお願いします。基本的には緊縮財政派嫌です。人間的に腐っている積極財政派を支持したいと思います。やっぱり人間的に素晴らしい候補者を選びたいですが、どうしたらその見極めができますか。やっぱり個人的に知り合いになるしかありませんかね。そりゃそうですよ。さあ会ったことのない人の、ね、人格をとやかく言っちゃあかんですよ。で、京都5区の候補者っていうと、自民の本田さん、立憲の山本さん、他に維新共産が出ていて、まあどの方も知らないんでですね、私にとやかく言えることはないんですけどね。うん、
京都6区減税候補はリベラルが強いので保守政治家は当選してほしいです。当面は維新かな。京左翼政党や自民党の左翼微中派はいりません。京都6区をお願いします。左翼自民党での混沌保守政党が担う日本にしたいです。無理なのか、初めて選挙行きますので保守系の投票先を教えていただきますと幸いです。京都6区知りたいです、ということで、うん、お立憲の山井さん強いですね、うん、でそしてなんか安藤さんがね元職で今参政党なんですね、これがまた、うん、っていうのであれですけれども、まあ本当の保守っていうとね、まあ維新の人がね比例復活してんのかな前回、うん、っていうことなので、まあ山内さん強い選挙区ではありますけれども、まあ自民党の新人どんな方があるか、まあ維新の方も存じ上げないんですけれども、まあ安藤さんはね、安藤さんですからね。いや安藤さんはですね、あの同じ積極財政派で盟友のはずの西田昌司さんがラブイズブラインドとかね、それ後ろから指してますよねみたいなこと言ってましたけどね、うん、そして今や巡り巡って参政党というね、まあということが基準になりますかねってね、すごい奥歯に物が挟まったことしか言ってませんけどね、ふふふ。大阪、減税の推進、個人事業主が行きやすい世の中を希望しております、よろしくお願いします。大阪一区、まあ維新が基本強い選挙区ですからねっていうことですかね、うん、まああのこの維新の現職の井上さんお会いしたことがないんで何とも言えませんが、大西さんはねとあるパーティーで同席したことはあったかな、名刺交換ぐらいか関係かな、うん、元職かな、はい。で大阪3区、申し訳ないです、公明党の選挙区の解説を、ね、公明3区は公明 共産賛成です、どうしたらいいですかってね、あ維新がいるよ3区、うん、結構強い人立ちましたよ東徹さん、ね、めちゃくちゃ強い人が立ってますけどね、なんか選択肢忘れてませんか割、うんね、はい。大阪5区、ね、公明共産令和で、どちらも選びたくない、もしくはアンチ不健全な自民の選択したりえない、自分は保守中道を自称してます、解説お願いします。今まで維新候補がいなかった大阪5区をお願いします。候補が出るのはいいんですが正直維新は減税には消極的なので投票を決めかねています、うん、まあそういう声が強かったんで維新減税を打ち出すようになりましたんで、うん、自分から積極的にね声出さないで受け身なだけで言って文句言ったってダメっすよ、結構ね聞いてますからね、この番組のね発信ってねそれなりに聞いてますからね、うん、まあ耳傾けてくれる政党であることは維新さん国民さんが相当聞いてくれるのは間違いないっていうことですね、令和公明はないとして果たしてどうすべきなのか、日本人が日本という国をどう思って生き延びるには今の与党の勝たした方がいいのか、それとも野党の勝たした方がいいのか ご教示ください。大阪5区でお願いします。減税派に投票したいですって5区で、おお梅村先生、まあズームですが一度クララに出ていただいて、いや人柄としっかりしてた方と思いますので、まあね、あと大石晃子さんもこの選挙に、ね、共産党では話が分かると言われている宮本さんもね出てまして、というのが私が知っている程度の知識なので、ごめんなさい立憲の方と公明の方全く知らないんですが、まあ、梅村さんは知っている方ですので、もうこの基準だったら、まあ、皆さんの、ね、基準だったら梅村さんということになりますかね。で実際ね維新なんで強い方ですしね。で、ロック、減税国家間が確かで子供が将来安心して暮らすことができ日本に近づく候補に入れたいです。でロックで言うと、まあ、公明党の伊佐さんがいてですね、まあはっきり言って公明党は維新の一騎打ちだと思いますけれども、基準で言うと公明党が減税国家間が確かで子供が将来安心して暮らすことができる日本に近づく政党なのかという基準でいいんじゃないですか。子供が将来安心して暮らすことができれば公明ね積極的ですけれども、減税と国家間が相入れるかどうかというと私は知りません。7区トカシティさんとか自民党ね、で現職は維新の方ですね。でどちら、アンチ不健全な自民の選択肢足りえない、自分は不中道を自称してますと言われてますが、まあその維新の方があのいいか悪いかという基準ですね。結構他の選挙区って自民の方が鉄板で、あのそれを許容するかどうしても嫌かでしたけど、大阪ってねあのその自民が維新になってるっていう基準ですね。はい。大阪8区は減税を第一の基準に選んでいこうと思ってますが、どなたがよろしいでしょうかって、あウルマジョージさんいるじゃないですか、レジ袋で頑張っていただいた、これはチャンネルクララとしてウルマさん以外ね言うわけにいかないというね、他の方どなたも存じ上げませんのでね。9区 お願いしますが3連発、
うん、まあ維新の方かその他かっていう基準ですが、どなたも知りないんで何とも言いません。10区で、ここはあの維新の方かその方か、あ、うん、10区です。高橋さんに有利になる議員、日本を守る議員を教えてほしいです。高橋さんだと自民党入れるしかないですね、この人は。はい、13区、宗清さん、岩谷さんが激戦してて、岩谷さんね、結構ね、維新の中ではあの選挙に弱くてて、どれくらい弱いかの基準が長いと、大阪の場合ちょっと違って、相手に比例復活許したら弱いっていうね、すごい基準なんですよね。ということですが、まあ、あの一度お会いしたことありますけれども、ちゃんとした方でしたよ。はい、14区、元長岡市選挙区、現職維新、青柳元国連職員、SDGs 推しっぽい、いや、ぽいかどうか確認した方がいいですよ。自民党、塩川紀文、塩爺の孫、共産党賛成と、あと、うん、ということですね。はい。で、14区の方、この選挙区はどなたも知らないので、なんともなんでですね。あ、塩爺の孫さんが出たんだ。知らないっす。なんか申し訳ないっす。で、大阪15区、いつも勉強させていただいております。個人的な判断としては、10月のライブを主張した上で維新と思ったら、決まっとるやないですかってね。まあ、どなたも知らないんでいいや。はい。大阪16区、これ森山博之って言わなかったらね、30年来の人間関係終わりですからね。いや、黒田さんにもね、かなえちゃんにも、かなえちゃんって言っちゃうぐらいね、結構ね、山本かなえさんの国家質疑で面白がって見たら口なんですけどね。いや、なんだ、黒田さんにも山本さんにも何の恨みないですけど、ここで森山博之ってね、以外の選択肢私にあり得るのかと笑っちゃいました。ということで、あ、大阪5分で終わっちゃった。参ったらこんなもんですね。じゃあ、勢いに乗って、兵庫も行っちゃいましょう。はい、兵庫1区、現状実現できる投票先をご注意いただければ幸いです、兵庫1区国体誤字そのために自由主義の推薦をということで、お、1区はまあ伊坂さん、まあ、立憲民主党尊王派としてね、何度もね、お知らせしていた人ですので、まあ、それ以外、まあ、さすがに、まあ、クララに出ていただいたことは一度もなくてなんですけれども、なんでかっていうとですね、まあ、本当何かあった時に関係者全員がね、立憲の尊王派全員が倉山さんの関係者ってね、言われたくないじゃないですか、私としても。というのはあって、まあ、伊坂先生自身が遠慮されてたんですが、向こうの方がね、団結派5人衆とこうやって受訴してますからね。もう受訴されるということは、それくらいね、頑張ってくれた方っていうのもね、向こうがバラしたんだったらいいやっていうことでね、言ってるんですけどね。うん。伊坂さん、本当にね、党のリベラルな人を片っ端から説得してくれた人ですね。うん。で、立憲民主党尊王派って何やるかっていうと、大体源馬さんが持ちこたえて、藤岡さんが突っ込んで、で、落合さんと伊坂さんが、どんどん説得していって、とどめ森山さんが突っ込んだみたいなね、そんな感じですね。何の話かさっぱり分かりませんね。はい、これで分かった、天才だ。はい、次行きます。兵庫2区、毎回保守票が公明以外の選択肢がなく、抗議の意味で白票を投じてきました。公明の候補は毎回国交大臣を務めた A 氏です。赤羽さんですね。今回また白票にすべきかと迷っていますというのが、これ維新が取ったじゃないですか。うん、まあ、あと立憲と賛成も立ってますけどね。うん、まあ、これ常識的に考えて維新と公明の一騎打ちじゃないですか。はい、3区、石破自民にダメージを与えつつ、自民の保守派が減らないようにしたいですって。関さんね、フェイスブックの友達なんだよなっていうね。まあでもね、うん、某ね、今回の総裁選に出た人、いつもフェイスブックでってね、しかも直前にね、全然別件で返事が来たからね、それ認識してんのかと思ったら、はみたいな顔された候補者がね、いらっしゃいましたけど、まあ、それはさておき、関先生ね、うん、そういうことないと嬉しいなみたいなね、感じですけれども、うん、というね、うん、まあ、関先生がね、どの方に投票したかっていうのはね、まあ、無記名投票なんで分かんないですけど、安倍派の方ですから、それはないじゃないかとね、考えてますけどね。うん、まあ、そういう基準、こういう基準だったら関さんじゃないですかね。はい、自民党に入れたいっていう、石破支持じゃない自民党だ、安倍派の人だったね、関さんになるんじゃないですか。兵庫4区、保守党名ばかりの地域を何とかしたいです。よろしくお願いします。私はずっと維新です。理由は団結。兵庫4区。うん。つまり、まあ、この維新の方にもっと積極的に、有権者として、自分の思いぶつけるっていうのが正解じゃないでしょうか。うん。兵庫6区です。ジョージさん、今誰に言っても比例復活するんですが、うん、おっ
昔杉田美代さんがいたところ、自民大串さん、立憲桜井さん、維新市村さん、市村さんとは江崎先生の受賞パーティーでね名刺交換させていただきましたねこの前、うん、ということなんで、うん、どの基準で入れたいんだろうよくわからない。で7区、自民の候補は信用できるのだろうが、お手数ですが兵庫の悪を教えていただけますでしょうか、減税と皇室の安定を望むものですって見てみると、あ、山田健司さん、あ、信用できません。いや、はっきり言いますけどね、麻生さんが木下さんに操られて増税したってデモ流してるやつがいるってね、はっきり SNS で発信されましたからね、まあ、安全保障でね、ものすごくね、頑張ってらっしゃるというね、ことをね、言う保守派の人ね、いらっしゃるようですけど、私ね、人の過去ってね、絶対忘れないんですね。うん、人の過去を忘れないこと、安倍晋三のごとしとね、いうふうに私は思ってますけどね。で、対抗馬が三木圭先生で、維新の、皇室の話の時に藤田幹事長の下で事務的に取りまとめていただいた方という情報は発信しておきたいと思います。次、兵庫11区、11区は松本剛明さん、立憲から自民に移った人の対抗馬が、お、住吉先生じゃないですか、日銀に関してね、旧国シンクタンクの提言をね採用していただいて上田総裁に聞いていただいた方という情報を提供しておきます。まあ、松本先生ね、浜田聡先生に7条の総選挙、国会議員の総選挙の総の字は誤植じゃないですかって聞かれて、誤植じゃないですって間違った答弁した方ですね。はい、兵庫12区、減税と皇室を大切に考えてもらえる人に投票したいと思います。自民党の策略がとても強いところだと印象を受ける地域です。よろしくお願いします。そうなんだって感じですけどね。まあ自民と維新の戦いですね。うん、よくどちらの方もよく知らないので何ともですが、ってことで次は奈良行きましょうかね。あの方が政治家になる前、アザ・タックスペイヤーという本を出され、あのお方の講演会に行った時、フォア・ユー・サナ・エーとサインをいただきました。ハート、やはりあの方、大和西大寺でとんでもないことが起き、なんで奈良やねん、奈良県知事は何しっとったんやとみんな言うてはります。今の奈良県知事ってどうなんでしょう、安倍さんの意思を継ぐ政治家。東京で働いていた時、仕事で銀座日比谷あたりだと歩いていたら、社長で日本銀行は中国の手先だという男性の声がしました。誰だろうね、あの時の、男性が先生だったと後になって知りました。バレてるよ。日本を敗戦国のままに しない政治家。奈良行く、奈良行くって馬淵さんか。金融はしっかりしてるんですよね。皇室の話に関して女系ほんとね、まあ勘弁してほしいっすね。まあね、一回落選するぐらいですんで、結構強い強いと言われながらもね、という急にね、はい、じゃあ気を取り直して2区、まあ同じ人がね聞いてるんですけどね、まあ奈良の1区と2区両方聞きたかった。ね、高橋先生ね、まあ星の期待の星で、まあ落ちるとは到底思えないので、なんか私が聞くまでもないような気がしますけどね。はい、で和歌山2区でお願いしますって、ここ面白いんですよ。二階さんの息子さんと世耕さんが出てっていうね。お、これは無所属なんだ、諸派じゃないんで、本間奈々さんも出てるってね、新党国盛りにいた方ですね。まあそれはさておき、まあ世耕さんと二階さんの一騎打ちで、これはどっちに入れるかで、もう選挙冥利に尽きるところですね。私ね、こういう時ね、勝ちそうな方をね見極めて選ぶんですけどね、こういうのね、金丸信司先生のね、有名な格言があってですね、火事は最初の5分間、選挙は最後の5分間って言うんですよ。本当に今回の自民党総裁選なんてそれだったと思いますけどね。っていうのが基準かな。基準になってるのか。岡山1区でお願いします。ずっと開票即当確で相沢一郎氏が圧勝でしたが、第1回決戦ともに石橋茂氏に投票した。日韓議員連盟副会長、日本ロシア友好議員連盟会長ということで、今回だけは様子が違っています。もちろん積極財政派の保守派議員を応援したいです、ということで、ここはね一番しがらみがあるんですよ実は。まあこの方の基準で言うと、相沢さんはダメっていうことなんですが、私の知り合いで言うとですね、原田健介君、立憲はですね、私が大昔希望日本研究所というところの所長をやってた時の所員だった人ですね。長年会ってないですけど。で、国民民主党の佐々木雄二さんはですね、まあ倉山塾の中国支部にも顔を出してくれる方ではあるので、まあ今の時点での近さで言うと佐々木さんで、まあ
原田君はまあ立憲の中で席配率いけるんじゃないかなと思われていて、で、佐々木さんはですね、まあ、中国地方で国民ゼロってことはないんで、そこに滑り込めるんじゃないかと言われている。下手すら1区から3人国会議員が誕生するんじゃないかというふうに地元民なんかは言っておる選挙区なんで、非常に有権投票がしがいがある選挙区というふうに言われています。2区、私は自民党の山下候補一択です、当選を期待していますって答え出とるやん、ね、はい。で3区、10増10減で区割り変更となりましたので、再考したい、優先政策は復興強兵の順番です、よろしくお願いします。加藤勝信さん、私加藤さんのことねめちゃくちゃ批判しまくってましたからね。まあ私だったら加藤さんには入れないで立憲に入れるかなっていう感じなんですけれども、まあ散々批判してきましたからね。とはいうものの加藤さんめちゃくちゃ強いのは確かですっていう感じですね。4区、4個お願いします。足元学と湯野木道義&共産という救いのない選挙区なんですが、なんとか大国復帰へ近づく選挙区をお願いしますと。おすごいですね、湯野木さん立憲の中でも相当リベラルですからね、うん、まあこれは比例で入れたい候補、入れたい党に入れることですね。まあ選挙区で入れたい人がないというね、うん、ことだったら、それこそ自分のブロックの中で入れたい人に通ってほしい人がいる党に入れるっていうのが一つの基準ですね。鳥取に行く、減税を推進しそうな人を推進したい、推したいです、いるわけないかって、お鳥取という時点でね、なんかね、うん、赤澤さん、うんね、そうみたいな、まあ石破さんの最側近の方ですよね、うん、ようやく大臣になれたっていう方ですからね。まあ本当ね、まあ赤澤さんめちゃくちゃ強い、まあやっぱり鳥取は石破王国ですからね、うん、ということなんで、やはり比例が鍵になってくると、うん、やっぱり中国地方っていうのは2009年大暴風ボロ負け選挙でも選挙区でほとんど負けなかったんで、そこで比例で票を減らしたということ自体が、まあおそらく自民党には脅威になるかなっていうことですね、うん、広島一区どうか教えてください、熟成です。岸田さん、まあそれは強いでしょう、岸田さんっていうことですけどね。とはいうものの、まあやはり、まあ、比例がね誰に入るかっていうところがまあ大事かな。広島に行く、1000年後にも日本は日本であるため、大慶天皇時外国人参政権付与反対、自衛隊のあり方についての議論をって、2区で言うと自民党との平口さんがいて維新国民が立ってるんで、まあね、中国地方自民党強いですからね、うん、それでいいのかどうなのかっていう問題なんで、比例で一番支持できる政党に入れるべきかなと。3区、減税規制緩和、保守自由主義の日本を実現したい、例の夫婦で賄賂もらってで捕まった選挙区、抗議で言えば前首相の選挙区です、本当に投票難民です、倉山先生お願いしますと、うん、いうことを考えると、お公明党の斉藤先生が強いところですね。で対抗馬が立憲と共産に割れているということなんで、まあ結構斉藤先生ね強いですからね、うん、まあだから結局は比例でね、意識をね、本当の本音をね、やるっていうのが大事ですね。で、4区、積極財政派の議員を教えてください。自民の寺田さんか維新かなんですが、まあ、どちらの方も存じないんで、まあ、党で決めるしかないかなっていう、まあ、積極財政の今、自民党の積極財政って、ばらまきの意味でね、捉えてる人もいるんで、だ積極財政って何ですかっていうのをしっかりしないとね。で、5区、頑張ろう日本。自民党と立憲、まあ、自民党が基本的に強いんですけど、うん、まあ、立憲の人もね、比例で受かってるんで、まあ、何が起きるかわからんと。うん、ね。次、で6区です。誰に入れたらいいですか、小林文明議員がいますが、今回総裁選の小泉さんをしましたよ、よろしくお願いします、うん、小林さんもともと人ですけどね、まあ一度カレントという雑誌でインタビューさせていただきましたけれども、ということで、まあ規制緩和で一緒にやってるんで、まあ入れたということですかね。次、山口一区、国対合致減税でお願いします、希望する政策は男系男子の皇室の継続、減税と経済政策、規制改革、憲法改正、自由で広がれたインド太平洋構想の支持です、おはようございます、こんにちは、早晩楽しみしてます、私は山口一区です、今では小選挙区では白票で比例は国民民主党です、だ小選挙区では自民党と立憲民主党しか立候補してなかったのか、下関安倍晋三総理大臣選挙区なので目立ちたがりの候補者がいましたが、今の区割りでは私の地元山口
統治一区になりました。小選挙区は白黒、比例は白票のことかな。あ、小選挙区は白票、比例は国民民主党以外の選択肢があれば教えてください、うん、もうこれ比例は国民って決めとるじゃないですかと。で、山口一区の小村さん一度インタビューさせていただきましたけれど、感じがいい方でしたよ、うん、ね、いうことで、もう選挙区で国民民主党ってるんで、この人的にはもう決まりではないかなと。2区落ちするまでもないかもしれませんが、岸信千世さんと平岡さん、平岡さんね、あの内閣法制局から3時間だったかな、法制局からあの国会に行くって珍しい経歴の方で、かなりのリベラルな方ね。あの菅政権の時に菅さんより左とかね、まあ左翼中左翼とかね、散々ね、私ね、あの言ってたような気がしますけれどもね、うん、となると岸信千世さんっていうことなんですかね。3区はどうでしょうかって、林も吉正さん鉄板だけど、対抗馬の維新の方の名前が伊藤博文って、山口ではパワーワードすぎるだろうっていうね、名前ですね。香川一区、幹事長の落選を経営して、雪崩的に立民が崩壊する結果、世界になってほしいです、香川一区一択、香川一区です。小川陣営の緊縮財政思想は絶対にダメですが、平井拓也で小川陣営は勝つ未来が見えないので、小川に投票して平井が比例復活もできずに落選し、平井側の候補に変わってから小川を落選させることを考えていますと。うん、まあ確かに小川さんが強いと思ったら、まあそれありでしょうね。ただ一番最初の方の発想で、幹事長があの比例復活しかできなかったら、まあ、前回の、ね、自民党の甘利さんも幹事長を辞めましたし、面白いというのも考え方ですよね、うん。まあ、香川一区は、ね、まあ、中国地方の岡山一区以外 ほとんど、ね、あの面白い投票行動がないみたいなことありましたけど、香川一区はめちゃくちゃ、ね、面白い投票行動できると思いますよ。香川二区お願いします、うん、玉木さん、いや、それは玉木さん以外と怒られっしょっていうね。はい、次愛媛123区お願いします。雑だな。はい、愛媛県、1区が塩崎さんで、2区、うん、で、立憲国民が立ってて、まあ塩崎さんがいいかどうかぐらいだね。で2区が、自民党安倍派の人が立ってて、立憲に維新の新人が立っててと。3区が自民党の現職に立憲と共産が立っててみたいな基準がわからないんで、自民が好きかどうか立憲が好きかどうかになるんじゃないでしょうか。いよいよ九州まで来ました。はい、九州は福岡一区は、お願いしますと言われてもですね、ね、井上貴博さん麻生派が現職、基準がわからん。二区をお願いしても、お願いします。あ、鬼木誠さんだ。鬼木さんね、結構ね、増税派なんで叩かれてますけど、皇室のことに関してはものすごい真面目な方だし、基本的にいろんな政策で保守であり、まあ安全保障とかで、立憲なんて同性女系でしょっていう中で、党が全体がそういった中で、本当個人として心配してくれた、まあ、人柄はものすごく、増税か減税かでいうとね、減税派の皆さん嫌でしょうけれども、人柄はまあ立派な人だということは、まあ、一度お会いしたことがあって、向こう絶対覚えてない空間で3時間ぐらい行って、そのエピソードここで言うわけにいかないぐらいね、奇特な方だなっていうエピソードあるんですけど、うん、そういうのはクレーマー塾で言いますけどね、うん、まあそれはさておき、まあ鬼木さんに関しては増税派だっていうんで落とすという基準は分かるんですけれども、それだけの目ではないですよということは言っておきます。で3区、元岸田派の古賀氏と立民の山内です、生めかしいですと。3区古賀敦さんで、山内さん出てないじゃんっていう、変わったのかな、どういう基準なんだろう。立民はなんか二戸田元気さんっていう人も変わったんで、この基準が分からんぞ。ちなみに週刊ポストの方も、ね、変わってますよ、立憲の候補。そうなのっていう、ちょっと答えにくいな。で福岡4区、はい、お願いいたしますと言われましても、知ってる人がいないんで答えようがなく、基準もなしです。僕レジ袋の原田を落とした5区ですっていうことでね、あ、原田さん出ないんだ、いいじゃんっていう感じですね。うん、立憲が現職でっていうことですね。維新も立つんだって、あ、結構選択肢ありますね。参政党も立つと、共産党も立つと。はい、福岡7区、国家観が確かで経済政策がまともな、減税派、保守、自由主義、規制緩和、富国強兵、年齢問わず学びたい人がお金を気にせず大学等に進学できたらいいなと思いますというのは、古賀誠さんの最側近の藤丸さんが強くて、対抗馬が立憲の亀田さん。藤丸さんがそういう人っていう話は聞いたことはないですし、立憲の亀田さんって人、新人でよく知らない人ではあるんですけどね。
なんとも福岡9区、財政をなんとかしていただきたいです。保守分裂なんですね、男系継承維持と減税実現に近づける候補者に投票したいと思っています。候補者は、自民系2人、賛成、共産、無所属、現職です、お願いしますと。9区、あ、大岡さん、ね、麻生さんが参議院に行ったら、ね、もう将来ね、参議院会長を目指せるぐらいの実力者だって言ってたの、無理に衆議院に来たという人で、で、なんかね、週刊誌情報で恐縮なんですけれど、なんかそれで麻生派と切れて、武田良太さんの系列の人が、本当にうちの、うちが行っていいのかって、大岡さんの集会に行ったみたいなね、そんな話はありましたけど、ほんまがいいなっていうね。うん、で、尾形凛太郎さんという無所属の人がいて、まあ、この人有志の会の方ですね。うん、というので、うん、もう、ね、大岡さん強いですけど、尾形さんもね、まあ、宮崎武さんというね、まあ、チャンネルクララに出ていた、当時民主党の時出ていた今維新のね、県議の人と親友の方というふうにね、聞いてますけどね。うん、まあ、茨城の、福島伸一さんとかね、宮崎武さん、尾形さんってね、3人で一緒に落選した時も苦労してたみたいなね、話を宮崎さんからずっと聞いておりますけどね。で、10区ですね、財政なんとかしたい。木井隆さんだ、立憲内保守派で、どっちかというと前原誠司さんに近い人と言われていたんですけどね。うん、また選挙区事情で、まあ、大きい政党に行かざるを得なかったということですかね。うん、ことですね。はい、まあそれくらいしか知りません。11区、お、武田良太さん、これ鉄板じゃないですか。維新の人、経産省の方が出てますけど、勝てるんだろうか、比例復活狙いみたいな話になっちゃうんですね。次、佐賀、原口にインドを渡したいんですが、よろしくお願いしますね。減税してくれる人も勝ってほしいですって、原口さんなんか違うとこ行っちゃってますからね。岩田さんね、会ったことない人ですけど、まあ宏池会の人でということで、うん、まあ原口さんはね、今はねって感じですね。うん、長崎1個お願いします。西郷秀香さんで OK でしょうか。いや、ダメという話は聞いたことはないですよ。うん、まあこの選挙区に知り合いの方いらっしゃいませんが。うん、3区、昔から自民党支持ですが、保守派を応援したのに党内左派候補に投票せざるを得ないことがあるのは悩みの種であり、こういう番組を待っておりました。3区、うん、金子洋蔵さん と、立憲がいて維新が立ってということで、結構ね、まあ維新九州では弱いですからねということで、まあそういうことなら比例で本音のところに入れて、で自分の住む土地のブロックからその政党の当選者を出させるというのが、まあありかな、それが一つの投票行動かなと思いますね。だから選挙区では勝ち馬に乗りたいか、比例で勝たせたい候補者が、党の候補者がいたら入れる、いなかったら、まあ、まあその場合普通ね、指標にならないように、指標にならないようにするか、抗議票を入れるかっていうのは2択ですね。次、老いていく、江藤さんの息子さんとキラスージさん、まあ、江藤誠一先生にお世話になっているんですけれども、まあ、息子さんの方は、まあ、私はお会いしたことがなくて、キラさんは有志の会の代表ですが、まあ、有志の会のね、北上先生、福島先生にお世話になっておるんですが、大方先生、キラ先生にお会いしたことがないということだけは言っておきます。なんでそれが基準になるんだと。うん、次、大分2区、特に教えて、江藤誠志郎さんと立憲の人。まあ、江藤さんはね、もう、うん、まあ、自民党内左派と言われている人ではありますけどね、江藤、江藤の対決とかね、昔は中選挙区制時代言われましたけどね、うん、まあ、気合が入っている方というね、評価も聞いたことはあります。3区、石破選対本部長の岩谷武史外務大臣の選挙区です。以前からどうやって落選させようとかと考えていましたが、もうそれは別府市長の長野さんに立っていただくと自動的引退でございますかなって、いきなりね、そこで長野さん出すかと。なかなか評伝が強く良い方法が思いつきませんっていうのはそういうことだ。で、ちなみに今回の選挙だけで言うと、まあ、それはまあ、岩谷さんめちゃくちゃ強いですよ。うん。とはいうものは、まあ、自民党的にはね、そういうやり方もあると。だから落選させなくても引退させるという方法ありますからね。うん、だって本当に自民党議員で一番怖いのは、自分よりもっと強い、ね、候補者が後継として上がってくるかもしれないって。例えば今の官房長官の林さんが衆議院にくら替えって言ったら、安倍晋三さんですらめちゃくちゃ警戒しますもんね。さすがに自分は勝つだろうけれども、他の人は、例えば弟さんの今娘、ね、おいっ子さんが継いでますけど、岸さんだと大丈夫だろうかと、どの選挙区が来るんだろうか。高村さんでもお父さんの正彦さんの時は絶対大丈夫だって、息子さんね、今
お父さんの地盤ついでね、頑張ってる最中のところに殴り込まれた、どっちが弾き出されるんだろうかみたいな、すごいね、戦々恐々としてましたけどね。うん、まあ一番不幸な形で決着はつきましたけど。次、宮崎一句お願いします。いろいろあったあの人です。滝頑張れよ、うん、としか言いようがないですよね、本当に。うん、宮崎にお願いいたします。あ、江藤拓さんめっちゃ強いですね。でも国民民主党立ってるんですね。はい、3区古川さんは財政健全化推進課のメンバーでしたかね。ぶち切り選挙の強さ、そりゃそうでしょ。事実で言うと、知事時代のそのまま広志さんがリサーチかけて古川さんの選挙区に行ったら自分勝てないっていうぐらいのね、鉄板の人でしたからね。まあ政策に関してはね、中選挙区制に戻せ論とかね、もう一人 の国民民主党の古川さん の小選挙区制反対論とは違うかなみたいな感じになってるので。さて、で鹿児島一区、減税規制緩和社会保険制度改革につながる投票先、自民の宮地さんに対して、なんか戻って比例で繰り上げで戻ってきた川内さんとね、川内さんね結構悪い人ではないと立憲の中では言われているぐらいしか知らないですね。宮地さん、結構地盤を世襲で継いでる人でしたかね。はい、まあ鹿児島からそれを言うのはなかなかきついんで、比例でねっていうことですかね。4区森山優さん、それめっちゃ強いっしょ、相手社民党しか立っておりませんがなみたいね。で沖縄県の1区から4区、うん、1区国場幸之助頑張れね、早稲田大学雄弁会ね。はい、で2区は知ってる人はいないかな。宮崎さんなんかね、沖縄の自民党の中で評判いいと言われてる人ですね。3区全く知らない人ですね。で4区も知ってる人はいない。だから沖縄県で知ってる政治家が国場君だけなんでね、なんともということですね。小選挙区よりも比例の方が教えてほしいな。高市支持者が入れようとしている党が比例で指標出そうな党多いから、ブロックごとの無駄打ちにならない党を教えてほしいって。まあ当選者が一人でも出たら無駄打ちにはならないですよね。うん、ただうちのブロックからこの党の当選者を出してやろうっていうのでなければ、主体的な有権者ではないですね。だからそこは自分が主体的な有権者になるのか、ゲーム感覚でやるのかの基準なんですよね。だから比例がどの選挙区であっても一番自分の方の言いやすいということは、まあ傾向として言えるのでということですね。まああくまで不十分な情報に基づいてですね、でね、これ誰かを落とせとか誰かに入れろとか言ったは一つもないですからね。で自分だったらこうしますよってね、あとお世話になった人とか知り合いとかに関してはね、わざとね忖度とポジション得だらけって言ってるわけであってね、そこね信釈してくださいね。で何度でも言いますけれども、こういう考えだったらこういう投票行動をするのが合理的ですよと。で結構いろいろ聞いてると、あ結構この選挙区っていろいろキャスティングボートあるなとか、うちの選挙区って結構選択肢ないけれどもっていう人のために、まあ情報をね発信したわけなんですけれど、結局ね比例で本音をっていう言葉、私ね200回じゃ聞かないぐらい言いましたよね。うん、だから完全小選挙区制ですらイギリス自民党が伸びて野党に転落した保守党に取って代わろうとするぐらい、選挙区で負けたとしてもその党に票が集まると全国に伝播するっていうのがあるくらいなんで、比例がついてるってことはもっと伝播しやすいんだということは選挙制度の構造として理解してくださいねっていうことだけは言って一旦番組を締めたいと思います。ご好評だったら訂正番組とか追加番組ね、次はライブでやりたいと思います。